4月第最終週ですね。もう、今週からゴールデンウィークに入ります。今週は29が休みね。で、明日が毎日新聞の取材、午前中です。そんなもんかな。ゴールデンウィーク、皆さん、どっか行ったり、ただ、ゆったりと過ごすだけなのかな。ゆったり過ごすだけ。レセプトは6か7までには終わる、6には終わるようにしっかりやります。先ほど石田主任がね、両面提示というふうに言ってくれたけど、今回のなんだっけ、知床のね、漁船のやつもね、5年前に、確か5年ぐらい前に行ってる、知床ね、同じところにね、ヒグマが見えたりとか、なんだっけ、滝が見えたりとかね。あの時ね、両面提示するのってなかなか難しいよね。こういうヒグマが近くで見れます。滝も見れます。だけれども、遭難する可能性があります。これぐらいの可能性がありますというふうに言うと、いや、ちょっとやめとこうかなってなっちゃうから、そういう時には絶対に片面提示になっちゃう可能性があるよね。メリットしか言わないから。だからライフジャケットも当然適当にしかつけないだろうし、でもそれってやっぱり命を預かる人の立場では、ね、ないから、僕らはやっぱり命を預かるとなったら、初めての方に関してはね、両面提示すること大事だよね。こういうことメリットはあるんだけれども、例えばジョイントの治療だったら痛みありますよとか、血が出ますよとかね、でその後で痛みすごい強くなるとかあります、あるいはもう原疾患が一時的に悪くなっちゃう時がありますよっていうふうなこともやっぱり伝えないといけないけれども、片面提示でいい時もあるんですよ。片面提示でいい時もあります。片面提示でいい時がっていうのは、もうそれが慣れちゃってる人とか、それに習熟してる人に対しては片面提示で十分なんです。なので、例えばもうジョイントずっと治療して、その効果も十分分かってる方に対して、痛み長く続きますことがありますからねとか、あるいは出血がありますからねって言ったって、そんなこと分かってるよって、そんなこと分かった上で受診してんだよっていうふうになっちゃうし、トレーニングの場合で、天井出血必ず出ますからね。つっても、いや、それ分かってるよねってなっちゃうから、それを言われると、あら、この人なんか私のこと分かってくれてないんじゃなかろうかっていうふうにもなっちゃうから、その時は全然片面提示で平気。なので、先ほどのケースみたいなところは、どちらかというと片面提示だけでいいんじゃないかなっていう気がするな。もうメリットだけを伝えるのだけでもいいかなと思う。もちろん、初めての方とか、あるいは慣れてない方に対しては、デメリットをきちっと伝えることっていうのは、もう誠実さにもつながるし、当然それは病気扱う、命を扱う人としては大切なことなので、しっかりとお伝えていきたいというふうに思います。28は決まったの？何？まあ、なんか、何でも頼んでいいからね。そう、それと、あそこにプロテイン置いてるじゃない。もう皆さん勝手に飲んでね、シェーカーは自分で用意してもらったらいいから、もう100円ショップ売ってるから。で、もうプロテインをさ、買ったらね、100円で150円ぐらいするでしょ。それ向こうで飲んだら僕出すから。だからもう、ただだから、いろんなものが値上がりしちゃうからさ、もうそういうのどんどん飲んで。で、運動した後とかはさ、しっかりプロテイン補給して、で、筋肉つけて。じゃないと、みんなが健康にならないと、当然患者さん方は健康にすることもできないので、ね、ぜひ節約をしてもらってね、で、どん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 また新しいの買ったから、ちょっと違う味に補充していくので、どんどん飲んでくださいね。みんな元気になってもらうと困るので。以上です。